あつねチャンネル。ウィズイス、皆さんこんにちは、松島あつねです。今日はですね、メイクの動画となります。ただメイクをするだけではなくって、先日ね、私ディズニーランドに行ってきたんですけれども、その時の写真をこうポン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 って投稿していたら、すごくね、当日のメイクが好評だったので、なのでその日に行ったメイクをやっていこうと思います。まあ、参考になる部分があるかどうか分かんないんですけど、最後まで楽しんでいっていただけたら嬉しいです。それでは始めていきましょう。スタート。初音チャンネル。じゃあね、始めていこうと思うんですけど、まあね、今ね、見て分かる通り顔がかなりテカテカピカピカっていう感じになってると思うんですが、スキンケアがね、全て一通り済んでいます。で、日焼け止めまで済んでます。で、日焼け止めはですね、最近これを使っています。スキンヤカトーンアップ UV エッセンス A です。これラベンダーですね。最近自分がブルーベースだということが分かったので、ただやっぱりこうちょっともう少しね、肌の色をトーンアップ、白くしたいなっていうのがあるので、これを塗っています。これはね、意外と私肌弱いんですけど、数回しか使ってないですが、今のところトラブルが起こっていなくて、かなり使い心地いいなと思って使っています。で、これを顔だけじゃなくて、首とか見えるところ、腕とかも全部塗っておきます。そうすると首と顔の色がね、著しくこうずれちゃったりとかすることがないので、これを塗っています。で、その上から下地を使います。下地はこれ、セザンヌの皮脂テカリ防止下地ライトブルーです。で、これはですね、 SPF28 の PA++ ということで、ちょっと日焼け止め成分としては自分的に弱いかなっていうふうに思うので、そのベースでこれを塗っているという感じですね。なので、この日焼け止めを塗った上から、この皮脂テカリ防止のセザンヌの下地を塗っていきます。これは先日パーソナルカラー診断に行った時におすすめされた下地なんですけど、正直こういうの使うのなんか怖かったんですよ。プチプラのものっていうか。だけどこれはね、本当肌が弱い私にも全然大丈夫。しかも本当にすごい自然にトーンアップをさせてくれるっていう感じなので、かなり気に入ってつけています。ただこれクレンジングを結構ちゃんとしないと、やっぱこういう皮脂テカリ防止のものって毛穴詰まりの原因になるので、その分こうクレンジングパックをしたりとかしています。クレンジングパックはね、なんかお風呂に入るときにクレンジングクリームで化粧をちょっと軽く落とした上にティッシュオフをして、それからオイルパックをね、湯船に使ったときにしたりとかしてます。そうするとね、本当お風呂上がったときにもうめちゃめちゃ肌とか毛穴がめっちゃ綺麗になるんですよね。それ本当おすすめです。よいしょ。これをね、塗っただけでこのなんだろう、テカテカしたのがまず抑えられますよね。さっきまですごいなんかビカビカって感じだったんですけど、かなり抑えられてるはず。これだけでもかなり優秀。これで塗り終わりましたら、私はファンデーションを塗らないので、このままお粉を叩いていきます。お粉はですね、こちらエレガンスのラプードルオートニュアンスの1番を私は使っています。こうエレガンスのこのお粉めちゃめちゃに優秀なんですけど、日焼け止めの成分が入ってないっていうのがね、ちょっともったいないなって感じしますよね。で、この間ね、その配信でも話したんですけど、私定期的にそのスナック初音というね、雑談配信をしてるので、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいんですけど、その配信でも話したんだけど、この久しぶりにさ、ディズニーランドに行って、アトラクションが面白すぎて、美女と野獣がやばすぎて、もうそれのことをね、いろんな人に話しまくってんだけど、美女と野獣がやばいとしかさ、もう言ってないレベルなんだけど。あとやっぱりコロナ禍で本当に今空いてるから、チケットがね、取れるっていう方はぜひ行ってほしいですね。めっちゃコスパいいと思う、今のディズニーランドだって全部5分で乗れるんだよ、やばくない？で、ここまでお粉まではたき終わりました。はたき終わったら次は顔をね、小さくしていこうと思います。顔を小さくするにはシェーディングをしていこうと思います。シェーディングはこちらです。キャンメイクのシェーディングパウダーの04番です。これはなんかね、もう売り場にブルーベースの型用って感じで売ってるやつです。結構色味としてはなんだろう、茶色だけど黄身がないような茶色ですね。ちょっと小豆っぽいっていうか、なんて言えばいいんだろうな、ちょっと独特な色なんですけど、これがね、かなりいい感じになります。これはもう全体的に影を入れるって感じで入れていきます。この間さ、話してたんだけど、
なんかアイシャドウとかさチークとかって一生なくならないけど、シェーディングってめっちゃそこが見えるよねって話をしてたんだよね。シェーディングもう死ぬほど入れます。もうねシェーディングでできてる私の顔はと言ってもね過言ではないぐらい、シェーディングをとにかくもうこの輪郭周り丸くここ丸く入れるのはもちろんなんですけど、ここにこのおでことかこの輪郭周りに入れるのはもちろんなんですけど、あとこの首のここですね、ここにも入れます。こういう感じで見えるかな、はい、こうやって入れます。でこれね結構薄付けだから、なんかガッツガツに入れてもなんかそんなになんかめっちゃ入ってるって感じがしなくていいです。で次ノーズシャドウですね。ノーズシャドウも私はこのタイミングで入れちゃいます。同じやつです、シェーディングで。ノーズシャドウはマジで超ガッツリ入れます。この日の写真を見てもらうと分かるんですけど、もうねめちゃめちゃノーズシャドウがしっかり入ってます。私ね目がね離れてるのがちょっとコンプレックスっていうか結構気にしてるところなんですよ自分が。なのでノーズシャドウはかなりしっかりめに入れていきます。あと鼻をね丸く見せるために小鼻の周りもこう丸く、このトップ以外のところ入れて、鼻の下も人中をこう短く見せるための部分ですね、やっていきます。これさ人中人中さ、人中っていう方がさすごい言いやすいの。でも人中って言うと人中ですねってすごい言われるから、今人中って言ったけど、人中って言うとすごい勢いでにゃん中が流れてくんだよね私の頭の中に。お姉さんってもう行くわけよ、にゃん中が。だからこう人中って言うとすごい違和感があるんだよね、なんかにゃん中が来ちゃう。でも人中がね正しい。でもこう御用のね言葉もどんどんね標準仕様になってっちゃうのがね日本語の妙でございますけれども、はい、こんな感じでノーズシャドウ入れました。次眉毛です。眉毛はもうすごいボロボロ、ずっと使い続けてる。これレアナニのプレミアムスリーウェイアイブロウペンシルパウダーです。これねずっと使ってる。今まで私眉毛を描くってことをあんまりしてこなかったからか、眉毛のねこのペンシルがまあなくならないんだよね。だからずっと使えてる、マジで全然なくならない。これセミが鳴いてますわ、夏ですよ、もうとっても夏、とっても夏です。で私眉毛は眉毛ワックスをやってるので、自分のベースである眉毛の形に沿ってもうちょっと足りないところを足すってぐらい、なぞるだけ、なぞるだけなんだけど、なんか眉頭もちょっとちゃんちゃんちゃんって描いておかないと、斜めから見たりとかした時にこの人途中からしか描いてないみたいなのがバレるので、一応ちょっと眉頭もちょこっと描きます。はい、こんな感じ、結構できてきてる顔が。で眉毛行きました、ベース終わってシェーディング終わって眉毛描きました。次はアイシャドウです。アイシャドウはこちらリンメルロイヤルヴィンテージアイズ004番、これを塗っていきます。私本当にブルベのさ使えるアイシャドウもうちょっとレパートリー増やしたいんだけど、このパーソナルカラーで教えてもらってこればっかり使ってる。他にも増やしたい。このねシルバー味とねローズ感っていうのすごい綺麗で、これめちゃめちゃ気に入って使ってます。まずはこの右上の一番白い色をアイホール全体にバーッと塗ります。これは結構ねちゃんとやった方がよくて、っていうのはノーズシャドウさがっつり入れてるから、アイシャドウ薄いとノーズシャドウがめっちゃ浮いちゃうの。だからノーズシャドウのこうなんか濃さがバレないようにアイシャドウも伴って濃くするみたいな感じで、次この一個左の茶色い部分を二重まぶたのラインからこうぼかすような感じでふわっとふわっと入れます。ふわっとで私はこう目がさ離れてるので、こう広げて塗っちゃうとさらに目が離れちゃうんで、ちょっと内に内にみたいな感じで内側に内側にを意識して塗ってます。こっち側を意識して塗ってます。よいしょ、いい感じで、チップを使ってこのローズ色を取りまして、二重まぶたにガツッと入れます。よいしょよいしょ、あ、いい感じ。やっぱねディズニーだからもう化粧がこう濃くても
誰もお咎めはしてこないわけですよ。これ入れたらもう一回この茶色を取ってぼかします。指でぶわーっと、よいしょ、境目をね、がっつりになったからここぼかすような感じで入れます。で次このチップで茶色とローズをこうちょっと混ぜて混ぜて、ちょっとこれで混ぜて混ぜて、この目の下、下まぶたにも入れます。よいしょ、ほい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 、これもちょっと内側にはみ出す感じでやります。こういう感じ、アイシャドウいい感じになりました。はい。でアイシャドウがこれでできたので、次はアイライナーを引いていきます。アイライナーはこれです。ラブライナーの何色、リキッドアイライナー R3 って書いてある、黒だと思います。これを引いていきます。でこのアイライナーは私全部引かないで目尻だけ、このまつげの延長線っぽい感じで、よいしょ、こういう感じ、ちょっと跳ねてる感じかな、よいしょ、はい、こんな感じで塗ります。でちょっとつなげるように足して、はい、こんな感じ、かなりもう完成が近づいてきた。で続いてハイライト入れます。ハイライトはこれもね廃盤だからね、ちょっとあれなんですけれども、ミネラルハイライトクリーム、エトボスのやつですね。これがめっちゃ気に入ってます。これを鼻のこの鼻骨っていうんですか、なんだろう、ここの鼻筋と言われるところ、全部には入れないで、ここだけ、この骨のところと鼻先、ちょん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 と唇の、上唇のこの山、こういうふうにして、口と唇をとんがらせて、ここの山に入れます。と目頭、ここ入れると入れないとで大違いで、ここ入れるとほっぺにこう張りがあるみたいな感じになるので、写真撮った時にめっちゃ若々しく見えるんですよね。ここマジで入れないとやばい。であとこの C のとこね、頬眉のつなげる C のとこですね、これ骨格が綺麗に見えるみたいなとこですね。ちょっとこっち入れすぎた、はい、こんな感じです。で前髪があるんでね、私はおでこには塗らないんですけど、顎はちょっとだけトン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 、はい、こんな感じです。でチークいきましょうか。チークがセザンヌのナチュラルチーク N16 番です。かなりローズ色、これを塗っていきます。チークもね種類を増やしたい。これもねブラシでトントントン、トン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 、ふわっと入れますよ、ふわっと。まあ最近はねマスクだからね、なんかどういう形でさチークを入れてもさ、どうせ下半分が見えないからね、入れごたえがないよね。で続いてリップです。リップはアベンヌの薬用リップケアモイスト、まずはこれ塗って、ウェイ、潤わせておきゅ、おきゅで、リップ塗ります。リップも早く新しい色が欲しい、今私が使ってるのがロム&の06番フィグフィグという色のやつです。これは、まあ、グロスみたいな感じ、マットなティントのグロスです。これを普通に塗ります。オーバーとか何も考えずに自分の唇の形にの通り塗る。もっと濃い色が欲しいんだよね。
いや、こないだのさ出したメイク動画とじゃあ何が変わったのって言ったら何も変わってないんだよね。ここまででお気づきいただけたと思うんですけど、はい、これでとりあえず顔パーツ全て完了しました。塗装が完了しましたので最後締めにコスメデコルテのコンフォートデイミストセット&プロテクト仕上げ用ローションをやっていきます。何も変わっていませんね。ここまで全て前回と全く同じメイクをしております。全く同じメイク動画出してるけどやばくない？じゃあこれを10回ぐらい、これ大好きすぎてもういっぱい撒いちゃう。なんで大好きかっていうと、これ本当にこれやってるとカサカサしないので、あと化粧崩れがめっちゃ綺麗、まあ、ファンデーションとか塗ってないからさ化粧崩れもヘッタクレもないだろうって感じがすると思うんですけれども、アイシャドウとかがさこの二重の溝とかにたまるのもね止まりづらくなるんだよね。なのでめちゃくちゃおぬぬめでございます。初音チャンネル、はい、ということでこれでね一応顔面が完成しましたので、髪をねやっていこうと思います。髪はね一応あの日はね編み込みをしていたので、ちょっと前髪もね下ろしたりとかちょっとしてきます。前髪が下りたのでここから編み込みのね作業をねしていこうと思うんですけれども、ギザギザの分かれ目にしたいので、こう爪とかでギザ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 ってやって、ほほほ、こうか、はい、こんな感じでギザギザに分けます。これね適当、これ何回かね失敗しちゃったら何回か練習するとこうギザ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 って綺麗な感じになると思います。で片方は結んでおきます。邪魔になっちゃうんだね。とりあえず一旦こっち側は、じゃあまずはこの左側からねやろうと思うので、で私はね結構ねこうブリーチしたりとかして髪がね切れてたりとかする部分もあるし、あと直毛なので編み込みをするとピン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 飛び出してきちゃうところがあるので髪を一回巻きます。ざっくりで巻く時にはいつもこれを使ってます。グラマラスカール N ローションハードってやつですね。洗い流さないヘアトリートメントヘアスタイリング、これはカールキープ剤です。これを全体的にふわふわっとなんとなく塗ります。塗ってこれちょっと全体的にしっとりさせてコテで巻いていきます。もう適当で大丈夫です。別にこれ見えないから適当にぐる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 巻きます。いやでもさなんかこう大人になってから行くディズニーもすげー楽しかったな。なんかディズニーランドってさこう舞浜駅まではさすごい現実なのに、着いた瞬間からなんかもう夢の世界へ強制的にこうトリップさせられる感じがあるよね。そう思うの私だけ？なんかすごいなって思うんだよな毎回。めっちゃなんかあの曲、入場のところで流れてる曲とかなのかな、なんかもうディズニーランドって感じがすごいするんだよな。あの感じがめちゃめちゃ好き。帰りがなんかすごい涙出そうなぐらい結構切ない気持ちになるよねディズニーランドって帰りなんでやっぱ帰りたくないみたいな、帰りたくないが過ぎるよね。ですごい毎回思ってることがあって、なんかさこのさメイク動画を撮る時用にさ鏡を買ったの、この無印の。これマジでおすすめしない？なんかさ この角度でメイクする人いる？こうじゃない？わかる？これってすごいさすごい上を見てるわけよ。めっちゃ下からじゃんこれ置いたら、机とかに置いたらどこに置いてもさ適正な位置になることってなくない？この角度こうぐらいじゃない？普通いつもさなんかマジで使い勝手悪いって思って買わなきゃよかったって、なかなかいい値段するのにさ800円とかかなするんだけどさ、この鏡の角度マジで V すごい V じゃない？なんか実は調整できるとか、いやできないよね。この角度で見るやつおらんやろ。何回言うの？この角度で見る激おこなの。絶対さその鏡の後ろになんか物置いてさ固定しなきゃいけないじゃん。ってことはその鏡一つでは商品が成り立ってないってことだと思うんだよね。マジで思うんだよな。なんかに挟んで使ったりとかさしなきゃいけないじゃん、本とかに。なんかそうシンプルでさ見た目がとかおしゃれでいいかなって思ったの。したらもう飛んだミスだったぜ。もう買い替えたい鏡。
なんかおすすめの鏡ないですか、こういう机とかに置く感じので。はい、でこうやって巻き終わったらオイルですね、オイル、こういうヘアワックスとザ・プロダクトのヘアワックス、これもちょっとオイルっぽいやつと、ナインのこれもヘアオイルですね、これを混ぜて使います。ナインのじゃなくてもいい、どこの N ドットとか何でもいいです、あのオイルであれば。でこれちょっと取って、手にワックス取って、でさらにこのヘアオイルちょっとつけて混ぜます。うー、混ぜまして、でこれを紙に、よいしょ、これはねまとまりを良くするためと、まあ、ツヤ感とかですよねを与えるためにつけます。でよいしょ、こうオイルがついてると編み込みをねした後にほぐすんですけど、ほぐした時にねいい感じになるので、こうオイルを全体的につけて、でよいしょ、じゃあ編み込みをしていきます。編み込みはかなり難しいっていう人もいると思うんですけど、練習あるのみです。で今回は編み込み裏編みです。裏編みっていうのはあの表面側に編み目が見えるやつですね。下側に下側に編んでいくやり方です。上側じゃなくて、そう、ちょっとそれはねググってみてほしいんだけど、こうやって編み込んでいきます。下側に下側に、でそんなにね細かく編み込んでいきません。細かく編み込んじゃうと結構スポーティーな感じになって、なんかこうダンスとかするコーンローみたいな感じになってっちゃうので、それだとさちょっとやっぱり可愛らしさがね見えなくなっちゃうので、ちょっと少量ずつじゃなく結構たっぷりガツガツっと髪の毛をすくって持っていきます。やっぱねオイルがついてるとまとまりやすいので、なんかそんなにねあの編み込みしづらいことがないです。編み込みの練習は最初ね濡れた髪とかでやるといいです。乾いた髪だとやっぱりねハラハラほどけていっちゃうので、びちゃびちゃな濡れた髪で何回か練習するといいと思います。でこんな感じで、はい、編み込みをしたら、よいしょ、ある程度の長さでこんぐらいかな、毛先をね結構残した状態で下までやりきらないで、こうねふわっとしたさ毛先を見せたいので、ちょっと高めの位置でもう結んじゃいます。よいしょ、で結んで今度はほぐす、ほぐほぐ、こうちょっとずつちょっとずつ毛束をこう引っ張り出していく感じでね、立体的に引っ張り出すとめっちゃ可愛くなります。なんかこの端っこだけじゃなくて真ん中とか横とか裏とかもう全体的に引き出していきます。で上の方はねかなりほどけやすいので、まあ、慎重に慎重にっていう感じで引き出します。よいしょ、こんな感じです。片方完成。じゃあもう片方も同様にやっていきます。でも正直言った私、学生時代のディズニー行ってる時より絶対可愛い格好して行ったわ、今回の方が。この30を超えてからの方が、まあ、年齢なんてね気にしたら負けですから。こんなもんですね。はい、こんな感じ、こういう感じで、はい。で前髪をちょっとねピンピンになっちゃってるから押さえます。この間ねあの内側だけ私すごい癖が出てきちゃって、そんな前はそんなことなかったんだけど、最近になって出てくるようになってきちゃったんで、最近前髪だけストッパーをかけたんですけど、それの影響でだいぶ前髪がピンピンなので、で前髪はこう普通にちょっと下ろして、でちょっとオイルで毛先にだけオイルをつけて、ほいほい、束っぽくします。でこんな感じにしたら、このすねこすいちゃんがつけてくれてた耳ですね。今回ね私たちはこの黒のギラギラのミニの耳にしたんですけど、これ意外とつけてる人いなくて、これのシルバーとかブルーとか多かったんですけど、黒意外とね全然いなかったんだよね。なので被らなくてよかったねって言って、これをこうやってつけて、はい、完成。これねあの下の方とか雑に巻いてるので、もし巻き足りないなっていう時はあの巻き足してもいいですし、巻き足した後に最後締めでスプレーとかしてもカールがね落ちなくていいと思います。まあ、ディズニーランド1日中いるので
化粧のね崩れとか髪の崩れとかってどんどんしていっちゃうと思うので、いかにキープさせるかっていうのが大事なのでやっていくといいと思います。でこれ一つこの編み込みね難点ポイントがありまして、このギラギラタイプの耳のカチューシャにすると引っかかって髪に結構外す時に毎回崩れちゃうので、ちょっとそれだけがね難点です。なのでこうアトラクションとか結構激しめのアトラクション乗る時とかは結構髪がねボサボサになってっちゃうので、それがね残念ポイントであるんですけれども、まあでもやっぱね編み込みしてると横から見た時とか可愛いですよね。ふわっとしててこのゆるふわな感じがねかなり可愛いのですごいおすすめです。ということで完成しました。いかがでしょうか。ということでディズニーに行った時のヘアメイク完全再現してみました。どうでしょう、こんな感じ可愛いでしょ。もうディズニーランドは夢の国なんで、もう全力で振り切ったねファッションを楽しんでいただければと思います。メイク自体はこの間出したパーソナルカラーのメイクとも何にも変わってないんですけど、でも前回より結構詳しくねどんな感じで塗るかとかお話ししたので、よりねちょっと密度は上がってるかなというふうに思います。ということで最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。また見に来てくれたら嬉しいです。楽しかった方ぜひとも高評価ボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。